Windows パッケージマネージャーは Windows 10向けのフリーかつオープンソースのパッケージ管理システムである。コマンドラインユーティリティとアプリケーションをインストールするための一連のサービスから構成されている。ISV はソフトウェアパッケージの配布チャンネルとしてこれを利用することができる。Windows パッケージマネージャーは00 0000000020から05から01から2020年5月の マイクロソフトビルド2020で初めて発表された。Windows パッケージマネージャーの開発が決定する前、開発チームは様々な代替オプションを検討し、チャーリー T、スクープ及びニニテなどの有名なパッケージ、管理システムの開発チームや、アプジア、ウンパクド及びパワーシェルベースのワンゴットなどと協議を行った。のリリース後、の開発者であるケイブンベニーは、 マイクロソフトがアプジアを買収し、0 00 0 0 0 0 0 0零2 0 1 9から12から01から2019年12月から彼を雇用するという名目で話し合ったと主張した。この話し合いの後に、ウィントのリリースの前日に彼を雇用しないことを確認するまで、マイクロソフトは彼との連絡を中断した。彼はマイクロソフトがアプジアを帰属させないことに失望した。ウィントのリリース後、 彼はアプジアのメンテナンスを0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0から08から01から2020年8月に終了することを発表した。マイクロソフトはアプジアが Wint の多くの機能に貢献したことをブログに投稿することでこれに対応した。Wint は Exe M6 および MSI に基づくインストーラーをサポートしている。パブリックリポジトリは サポートされているアプリケーションのマニフェストファイルを YAML 形式でホストしている。マルウェアがリポジトリとコンピュータに侵入する可能性を減らすために Windows パッケージマネージャーは Microsoft スマートクレーン、性的解析及び社 -256、ハッシュ検証を利用している。w i n t のソースコードおよびコミュニティベースのマニフェストリポジトリは MIT ライセンスの下でライセンスされており、GitHub でホストされている。以下は、マイクロソフトのフリーかつオープンソースのソースコードエディターである、Visual Studio Code をインストールする場合の例である、PSC、Users、w i k i p e d i a w i m とインストールベスコード。ありがとうございます。